ここまでよろしいでしょうか。で、まず、公式の一つの例というのを考えてみたいと思います。で、一つ目の例はですね、アメリカのボストン市で、1999年から2005年まで用いられていた方式を考えてみたいと思います。これは通称、ボストン方式をここでは呼びたいというふうに思います。これは非常に、素朴な方式です。どういう形で、提出された選考に対してマッチングを作り出すかというと、次のような手順を踏んでいきます。まず、学生たちに選考場を提出してもらいます。で、それに基づいて各学校に対してですね、その学校を第一志望にした生徒たちっていうのを考えます。で、その生徒たちをその学校での優先順位が高い生徒から順番にその学校に割り当てていきます。で、割り当てていってその学校の定員がもういっぱいになるか、その学校を第一志望にしている生徒がもういなくなったら、この段階というのを終了します。なので、各学生が第一志望にした学校というのを考えて、その学校に対する優先順位の高い学生を定員の範囲でその学校に入れるということをやるわけです。で、それ以降は、第一志望が終わったら第二志望、第二志望が終わったら第三志望という形で順に同じように学生を優先順位の高い順から各学校に割り当てていくということをやります。ですので、この方式だと学生ができるだけ高い志望順位、高い志望順位に置いた学校にできるだけ多くの学生を割り当てようとするという、非常に分かりやすい方式になっているということになります。で、一つの例としてこういうような状況を考えてみたいと思います。先ほどの例と同じように、学生3人、学校3つっていう非常に単純な状況を考えます。で、各学校の定員は1人だけというふうに考えます。ですので基本的には各学生は、それぞれ違うどこかの学校に行くっていう状況を考えています。で、各学生の選考順位と各学校での各学生の優先順位はこういう表で与えられているとします。なので例えば一浪という生徒は二中一中三中という順に学校を、好んでいると、こういう状況を考えてみたいと思います。そうすると こういう選考が提出されたとして、先ほどのボストン方式というのに従ってマッチングを満たすとどうなるかっていうのを考えてみたいと思います。そうするとまず最初にですね、各学生は第一希望にした学校に応募することになります。で、各学校は定員の範囲で優先順位の高い順から学生を受け入れる。ですので一浪は二中に申し込んでるのは一浪一人だけですので、自動的に一浪は二中に入学することが確定することになります。で、問題はこちらで、一中に応募した人っていうのは二郎と三郎の2人いることになります。そうすると一中の定員は1人だけなので、二郎と三郎のうち優先順位の高い方だけを受け入れることになります。で、ここで優先順位見てみると、二郎と三郎だと三郎の方が優先順位が高いので、一中は三郎を受け入れて二郎にはごめんなさいということになります。で、この段階が終了して一浪は二中に、三郎は一中に行っていて、もう二郎に残された選択肢は三中しかないので、二郎は三中に行くという結果が実現することになります。合ってますよね。こういう結果が実現することで、考えてみるとですね、このボストン方式というのは先ほど言った通り、できるだけ志望順位の高い学校にできるだけ多くの学生を入れようとしているので、非常にもっともらしくて望ましい結果を実現するのではないかと思われると思います。が、
よくよく考えてみると何か妙なことが起きているってことに気づかれると思います。どういうことかというと、二郎君というのは先ほどの表で分かる通り三中より二中に行きたいと思ってた。ここですね、第三志望の三中より第二志望の二中に行きたいと思っていたはずなんです。だけれども結果として彼は三中に行っていてるっていう結果が実現してしまった。でじゃあ二中に行っているのは誰かということを考えてみると、まあ、この一郎君なわけですね。でじゃあ二中での優先順位で一郎と二郎どっちが高かったかっていうことを考えてみると、実は二中に行けなくてそれより嫌な三中に行ってしまった二郎君の方が一郎君より高い優先順位を持っていたということがわかります。こことここですね。でそうすると二郎君は今割り当て入学することになった三中より二中に行きたいと思ってた上に、二中に行くことに決まっている一郎君というのはなぜか二中での優先順位が自分より低い人だったというような状況が発生していることになります。でこういう状況っていうのは、まあ、二郎君から見ると一郎君にある種の妬みを持っていて、しかもその妬みはですね、妬んだ相手の方が優先順位が低いっていう意味で、まあ、正当だと言えるようなものになっているというふうに言えると思うんですね。でこういうような状況があるっていうのは、まあ、このボストン方式っていうのが、まあ、あまり好ましくない性質を持っているってことの一つの例になっているんじゃないかというふうに思われるわけです。でこのこういう妬みが存在しないっていうことを、一般的に言うとあるマッチングが安定であるっていう概念になります。で、まあ、安定であるっていうのは先ほど言ったような正当な妬みっていうのが存在しないようなマッチングであるということです。で、もうちょっと一般的には次のような状況になっている生徒 I さんと学校 S というのが存在しないことです。どういうことかというと I さんというのは今割り当てられている学校より S に行きたいと思っていると。なんだけれども S の定員にはまだ空きがあるか、あるいは I よりその S での優先順位が低い学生というのが S に割り当てられてしまっている。さっきの状況で言うとこの I さんがこの優先順位が低い生徒っていうのを、まあ、妬んでいるような状況になっているとなる。でこういうような状況がないことっていうのが、あるマッチングが安定であるということの定義になります。そうするとボストン方式というのは、安定でない、先ほどこういうような安定でないマッチングを生み出してしまう可能性のある方式だということに。でそれに対してある方式が、安定であるっていうのはその方式がですね、常に安定なマッチングを生み出すことであるというふうに定義します。でここで常にというのは、まあ、方式っていうのは提出された先行順位に基づいてマッチングを生み出すものでしたよね。なのでどんな先行順位が提出されたとしてもその元で生み出されるマッチングというのは安定だというのがある方式が安定であるということの定義です。